先週に引き続き政権交代後の最強の内閣を無双するという動画を、まあ、本日も撮っていこうと思うわけなんですが、まあ、先週はですね一応そ,のそれなりに一定程度は現実性も考慮しつつ、まあ、私がこうなったらいいなっていう政権を、まあ、あの語るっていうやつだったと思うんですけど、まあ、今回はですねその実現性とかはもう完全無視で もうあの完全に私があの理想の内閣を、えー、語っていくっていうことにあの、まあこ、今回の動画に関してはそのように、えー、しようと思いますので、まあ、今回今から、えー、述べる、まあ、閣僚の面々がその実際に政権に入るっていうのは、 ま、実際は、その国会で、ま、衆議院選挙で、共産党が大躍進して、それでま、立憲党ほぼ同じぐらいの議席数になって、それでま、社民党がその次で、ま、令和もそのくらいかなっていう感じで,で、この4党で、ま、過半数がえあって、それでま、政権が成立するみたいな、ま、今のね、あの政治状況ではかなり考えにくいことが、あの、実現しないと、ま、絶対に実現しない内閣とです、ですので、ま、それについては、 あの、まあ、留意してほしいっていうか、なんか前回もですね、なんか実現性は少し考慮するけど、まあ、これは非現実的かもしれないよね、みたいな感じだったんですけど、まあ、あの動画でもね、まあ、あの、えー、そんなん現実的じゃねえだろうとか、なんかネット用みたいなやつから、こんなん SF レベルだな、みたいなことも言われましたけど、まあ、それはね、確かにま、実現性考慮してるっていうふうに、前回のでは言って、あの、言ってたので、反論としてはあり得るのかもしれませんが、 ま、今回に関してはですね、そういう現実性っていうのは全く考えずに、えー、ま、撮っている動画ですので、そういう反論は、あの、無効であるということは、まあ、あらかじめ言っておきたいと思いますので、まあ、わざわざ、いや、そんなん妄想じゃねえかとか、あの、言ってくる必要はないっていうことは、まあ、まず、あの、言っておきたいというふうに思いますね。えー、ま、まず、その、前回、えー、その、この人に閣僚に入ってほしいなっていうふうに言った人で、まあ、こっちの、この実現性を完全に無視した政権でも、 まあ、あの、政権に入ってほしいなっていうふうに思っている人から、あの、ちょっと、まあ、紹介していこうと思うんですが、まず、官房長官は、あの、前回と同じように長妻さんに入ってほしいというふうに思いますね。で、まあ、この、あのど、なんでこういう人たちを選んだのかっていうことに関しては、まあ、前回紹介して、今回も紹介する人に関しては、あの前回のやつで、 あの、す、え、で、ー、に説明していますので、まあ、そちらを詳しくは見ていただきたいと思うんですが、まあ、長妻さんはかなり真面目で、その調整力もある方ということで官房長官に適任なんじゃないのかなっていうふうに思いますし。で、次、まあ、内閣府、内閣府担当大臣、防災消費者デジタル行政監視担当は杉尾秀也さんで、まあ、杉尾さんは今もかなりマイナンバーとかそういう問題に関してかなり委員会の質疑とかでも追及されている方ですから、まあ、こういう、えー、肩書きの大臣に適任なんじゃないのかなっていうふうに思いますね。 で次、厚生労働大臣は、まあ、木村栄子さんになってほしいなっていうふうに思いまして、で木村さんは、まあ、令和新選組に関してはね、いろいろ思うところもありますけど、ただ令和のいいところとして、やはり今まで、その今までの冷たい政治で置き去りにされてきた障害者の人権ですとか、まあそういう、あの問題について、かなり重要な問題提起を、そのこうして、その障害当事者の方を擁立して、それで実際に国会の工事とかも、え まあそれをきっかけになされたっていうことで、そういう点では本当に令和を評価できるところだと思いますので、まあ厚労大臣は木村さんいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。環境大臣も、まあこれも令和の辻村さんで、まあ、この方はえ今も自然保護アナリストとして、まあ環境問題に関してかなり熱心に取り組められている方ですね。で、文科大臣は高井千鶴子さん、この方はまあ共産党で元教師の方で、で、農水大臣は神智子さんもうこの方も本当に あの、熱心に農林水産政策に関してかなり取り組まれている共産党の方で、これも前の動画で言いましたけど、えー、6年ぐらい前ですかね、もう2018年の冬ですから、あの、あの漁業法解約の時の反対討論とか、ああいうのを見ると本当にもう信念を込めて、今の国会で最も漁師の人とか農民の人とかに寄り添っている政治家が出るっていうことがわかると思うんですけど、沖縄北方担当大臣は荒垣邦夫さんで、この方は社民党の方ですけど、 あの、まあ、前回民主党政権が崩壊した理由の一つとして、辺野古の問題があると思うんですけど、あれで社民党が連立離脱したっていうのかね。まあそういうことを考えても、やはりこの沖縄政策とかそういうことに関しては、最も沖縄に寄り添ってきた政党である社民党が、そのきちんとその政策に関してグリップを握るっていうことは大切だと思いますし、あと、荒垣さんに関しては村長も務めたかえ経験のある方ですから、そういう実務もね、きちんと分かっている方ですから、まあこの閣僚として適任なんじゃないのかなというふうに思いますね。 まあここまで述べてきた人たちっていうのは前回の動画でもそのこの人に正規に入ってほしいなっていうふうに紹介したのと同じメンバーででここからはですね、まあ、前回は実現性を考慮したっていうことで他の人を選んだけど、まあ、そういう実現性とかも無視して あの、完全に理想を語るとしたら、まあ、こういう人たちに政権に入ってほしいなっていうメンバーで。でまず外務大臣は立憲民主党のやらともひろさんになってほしいなというふうに思いますね。や、ま、ら、あ、さんっていうのは沖縄が地盤の政治家、まあ、衆議院議員で、それでかなりその議員外交とかも結構熱心にやられている方なんですよね。アメリカの議員とかと。まあ、そういうそのパイプも持ちつつ、きちんと沖縄の人々の声を聞いて、今の 米軍の応募、先日の閉会中審査でも確か質疑をえ結構防衛省に対してりえ厳しく切り込むような質疑されていたと思いますので、ぜひそちらも興味ある方はご覧いただければというふうに思いますので、そういうきちんとそのアメリカの人たちと話をつけつつ沖縄の人たちの声をきちんと政治に反映させるっていうのも、あそういうことが実現できる現実的な政治家っていうのはやらさんが本当あの一番だと思いますので、まあ、そういう意味でやらさんにおかゆみ大臣になっていただきたいなっていうふうに思ってますね。 で、法務大臣は、まあ、共産党の山添拓参議院議員になってほしいなっていうふうに思いまして、で、これに関してはね、まあ、私のこのチャンネルを見ていただいている方なら、まあ、あんまり、その山添さんが法務大臣に適任であるっていうことは、全然なんか、あえて説明するまでもないような気もしますけど、ただ、やはり山添さんは、 あの、元々弁護士の方で、まあ、人権ですとか、ジェンダー平等ですとか、まあ、そうした今の岸田政権が、この法務行政において置きな、き去りにしているような価値観を、きちんとその理解して、弁護士としてもそういう価値観を、まあ、司法の場において反映させるべく頑張ってきた方ですし、あと国会の質疑とかでも、えかなり厳しく的確な、その追求っていうのを、安倍政権、菅政権、岸田政権と自民党政権に対してずっと行ってきた方ですから、まあ、こういう方が法務大臣になっていただければ、もう今の日本の人権状況をもはるかに、 改善すするだろううなっていうふうに、まあ、思いに思ますよねで財務大臣は、まあ、これも共産党の大門三木シさんになっていただきたいなっていうふうに思っていて、まあ、これ大門さんはえかなりその財,財政とかそういう経済政策に関してえ共産党の中でも詳しい方で今はちょっとやってないかもしれない,知れないですけど少し前まではあの共産党の公式チャンネルで なんかダイモンさんが経済に関していろいろ解説するみたいなあの番組もやっていた時ありましたし、あれも結構ね、あのかなり、私もそこまで経済に詳しいわけではないんですけど、ああ,あいう説明とかかなりはわかりやすくってあの勉強になるので、ぜひそちらも見ていただければというふうに思うんですが、あとそれに加えてそのダイモンさんってなんか結構その他党とのあの折り合いをつけやすいというか、なんか結構その他の政党共産党には否定的だけどダイモンさんだけはいいよねみたいなこと言ってる人も結構いますし、やはりそういうその人柄 の良さっていうのもそういうところに表れてるんだろうなっていうふうに思いますから、まあ、そういうその折り合いとかもねそういうあの連立政権っていうところにその共産党を含め、まあ、他の政党もですけど入るとしたらあの必要になってくるでしょうから、まあ、そういう連立政権ができたら大門さんがあの閣僚に入ってほしいなっていうのは思ってますねで総務大臣は大坂誠二さんになってほしいなっていうふうに思ってますねで大坂さんはもともとその北海道の市であの市長を務めていた方でそれで あそ,ううまあ、そういうところがあるので、その総務行政、まあ、地方のそういう自治体の関係する行政とかにをその所管する省ですから、総,総務省っていうのは、そこのトップに適任なんじゃないのかなっていうふうに思いますし、そうう実務経験があるっていうことでね。でそれに加えて、その大阪さんっていうのは、あの2017年にその前原誠治が民進党を希望の党のに売り渡すっていう事件があったと思うんですけど、あの時に、 確か、枝野さんよりも早く、いやもう私は希望の党より、希望の党にはいかないっていうふうに言った、もう筋金入りの,そのリベラル派が大阪さんですから、まあ、そういう意味でも本当に信頼できる政治家であるっていうふうには思ってますので、まあ、ぜひ、あの、総務大臣になっていただきたいなっていうふうに思ってますね。で防衛大臣には小西博之さんになってほしいなっていうふうに思ってますね。でまあ、小西さん もう結構そのネットであの叩かれがちというか、先日はあの猿発言とかあって、まあ、そういうところはね、ちょっとあの行き過ぎた言動が一部であるっていうのは事実かもしれませんから、まあ、そこはちょっと改めてほしいなっていうふうには思うんですけど、ただとはいえですね、やはり今の立憲民主党の中でも、このアメリカ言いなりの大軍拡を進める岸田政権に対して、最も信念を持って厳しく追及している国会議員っていうのが小西さんだと思いますし、でそれと同時に、やはりその立憲民主党の一員として、現実的にそのどうアメリカ 方折り合いをつけつつ、今の安全保障環境で日本を守ることができるのかっていうことを考えている方でもありますから。まあ、なんかネットではね。結構なんかいや。こんなやつ。なんかすっごい。自分の信念。あの思ってることだけを独善的に言ってる。やばい奴だ。みたいなまあ、そういうような受け取り方を。 なんかしてるやつって、まあ、ネットウとかが、まあ、脱皮とかが、なんか、小西さんとかに対する名誉毀損を繰り返したっていうのもありますけど、まあ、そういうのもあると思うんですけど、ただ、やはり意外かもしれませんけど、現実的なことを考えつつ、今の自民党政治の、このアメリカ言いなりの防衛政策に対して、厳しい問題意識を持っている方ですから、まあ、防衛大臣になっていただきたいなっていうふうに思ってますね。 経済産業大臣には立憲の山崎誠さんになってほしいなっていうふうに思いまして、まあ、この方はそんなになんか知名度はないような感じもしますけど、あの、一年前ぐらいかな、なんかいつか、いつかの年の朝生の、あの、なんか大晦日の時にも出てましたけど、あの、この方かなりその信念を持って脱原発っていうのをその国会の質疑とかでもそうですし、あの、かなり唱え,えている方で、もともとその民主党議員だったんですけど、 まあ確か2011年か12年に民主党を離党して、その緑の風っていう政党、まあここかなりその311の直後で脱原発を強く唱えている政党だったんですけど、あのそこに所属していたこともあって、それで今もね、まあ泉さんとか、なんか今の立憲の執行部も原発に関しては、 まあ今はなんかあの再稼働っていうかあの稼働し続けるのも仕方ないみたいなことを言ってる人もいますけどいやこの方はそのホームページでも,もう即脱原発みたいなことを一丁目一番地に掲げている方ですし、まあ、そういう脱原発の思いっていう意味では絶対に信頼できる方だというふうに思いますしそういう政策に関して長年あの研究してきたかったと思いますからあのぜひ経産大臣になってこの日本を脱原発の道に進めていただきたいなというふうに思っていますね。拉致問題担当大臣にには、まあ、令和の蓮池徹さんになって いいいいたただきたいなううふうに思っていて、まあ、この蓮池さんはあの令和新選組で2019年と2 2年にあの参議院選挙に比例区から立候補していてでこの方はあの弟の蓮池香織さんっていう方が、えーまあ、拉致被害者でそれで今は確かあの小,小泉、えー、首相の時にあの、まあ、帰国したっていうことはあるんですけどただやはり今もその拉致問題とかに関してかなり熱心に取り組んでいる方で。まあ、拉致被害者のの中でも結構その意見が あの、この北朝鮮とどう向き合っていくのかっていうのは分かれている部分はあると思うんですけど、ただ、は水家け、えー、通さんは、まあ、制裁一辺倒ではなく、きちんと対話をして、それで、まあ、交渉とかを、あの、粘り強く行って、まあ、拉致被害者を全員、あ帰国させるべきっていう考え方なので、まあ、私もね、どちらかといえばそういう考え方に近いですし、 そういう意味でも、はすさんに拉致、ラ、え、チ、ー、ここのラチ問題担当大臣にはなってほしいなっていうふうに思ってますね。で、国土交通大臣には、辻本清美さんになってほしいなっていうふうに思ってますね。で、まあ、これ立憲に今所属してますけど、辻本さんは、 あの、もともと、まあ、社民党の時代に、その国、国交副大臣、まあ、社民党え、民主党とその連立政権の党首を当初組んでいて、その時に国交副大臣だったと思うんですけど、まあ、その後に、あの、まあ、社民党が連立離脱して、それに伴って、辻元さんも辞めて、ただ、やっぱ、そのいろいろ現実的にやるためには、まあ、民主党に、あのい、いなきゃいけないよねっていうこともあって、民主党に、えー、まあ、入党して、まあ、今、立憲民主党に所属しているっていう方ですけど、もともと、まあ、当然国交副大臣として、その国交行政に関して、実務経験のあるで方ですし、 あの、辻元さんっていうのは本当にリベラルの信念を持ちつつ、その現実的にどうやってそういう価値観を政治に反映させるのかっていうのを本当に考えている方ですし、あの、かなりネットとかではね、蓮舫さんと並んで、あの、最も誹謗中傷を浴びまくっている女性の政治家であるって言っても過言ではないと思うんですけど、まあそういう本当に尊敬できる方ですので、ぜひ、また、あの、こ、今度は副大臣じゃなく大臣としてね、国交行政に関わってほしいなっていうふうに思ってますね。 で、まあ、子政策担当大臣には、まあ、キラヨシコさんに、共産党のキラヨシコさんになってほしいなっていうふうに思ってまして、キラさんは、まあ、2013年に初当選で今、今、えー、2期目かな ?2 期目だと思うんですけど、参議院でですね、まあ、かなりその学費の問題とか、その子の人権の問題とかも国会で、取り上げている方だと思いますので、まあ、キラさん、普通に子ども政策担当大臣適任なんじゃないのかなっていうふうに思いますね。で、まあ、ここまで行ってきて、 あれ、あの、総理大臣っていうのをまあちょっと一応最後に残してみたんですけど、まあ、総理大臣には、あの、社民党の福島瑞穂さんになってほしいっていうふうに心から思ってますね。もうこれは迷うこともない選択肢でしたけど。っいうのも、まあ私、あの、3年前ですかあれ2、2年前か、一昨年か。 一昨年の参議院選挙が初めての選挙だったんですけど、あそこの比例区では、もう堂々と福島瑞穂さん一択だと思ってたんで、福島さんに入れましたけど、もう本当にずっと、福島さんっていうのはもう社民党でえずっと活動してきた方ですけど、本当にもう信念を最も貫いて、それより民主党政権がその沖縄を裏切って、えー、まあ沖縄を裏切ってっていうか、外務官僚に鳩山さんが騙されたっていうのはあるんでしょうけど、 まあ何せをその裏切って、辺野古新基地建設を強行しようとした時にも社民党としてきちんと信念を貫いて、言うべきことを言って、ただ聞き入れてもらえなかったから連立離脱をするっていうことがあったと思うんですけど、やはりもう福島さんっていうのは、 も、えー、元ともと弁護士の方でしたけども、本当に人権を大切に思っている、ジェンダー平等を絶対に実現したいっていう風にも強く思っている、本当にもう一貫性のある人権派の弁護士で、それで、まあ、その辻本さんはね、割と現実的に、あの、いろいろとやるっていうことはあるんでしょうけど、まあ、福島さんは、どちらかというと、本当に理想を語りつつも、信念を貫いて原則的に、まあ、政治に向き合っていくっていう政治家で、まあ、私はね、両方とも本当に、あの、まあ、どちらにも長所短所あるでしょうけど、本当にあの、いい政治家だなっていう風には思うんですけど、ただ やはり今の政治では、そういう理想を堂々と語って、それ自分の信念を貫くっていうことが、なんかそういう人ってもっと、特に今左派の人だと、それで女性の福島さんみたいな人だとね、そういうのが霊障するみたいな、そういうのをその霊障しまくるみたいな。 雰囲気があると思うんですけども、そういうのは本当クソだと思ってるので、やはりそういう日本政治の腐り切った雰囲気っていうのは、日本政治っていうか日本社会全体のですね、腐り切った雰囲気を変えるっていう意味でも、本当にもう福島さんが、あの、総理大臣になったら、そういう空気も、ま、少しは日本でも変えるんじゃない、変わるんじゃないのかなっていうふうな思いもあって、まあ、福島さんに絶対に総理大臣になってほしいっていうふうに思ってますね。で、まあ、最初に言った通り、これは私がその現実性とかを完全に廃して、その理想を語るっていうことだけに、 あの、1 0した場合は、こういう面々に、こういう人たちに政権に入ってほしいなっていう話ですので、まあ、あの、再三になりますけど、なんかコメント欄で、いや、そんなうまい妄想すんねん、ウェーとか、あの、ネトウェみたいな人に書いてもらう必要ありませんので、のそこは一応、まあ、あの、言っておきますけど、ただ皆さんも、こういう私が、ここまで言った、その、こういう人たちに政権に入ってほしいなっていうメンバーで、まあ、なんか意見とかありましたら、ぜひ、コメントで書いていただければというふうに思いますね。